はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、チューハイです。チューハイちゃうな。これハイボールか。新潟ハイボールの余市リンゴです。これ前もなんかこんなようなやつ飲んだような気がするんだけど。期間限定。余市郡さん、リンゴ使用。JA 余市。果汁が 0.1%、アルコール度数が 7%。結構高めですね。2015年の10月から12月までの入荷予定と。原材料がウイスキーとリンゴ果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。ですね。で、なぜか、2本あります。のは、ただ単に俺が、よくあるんですけど、あ、これ飲んだことねえなって買うんですよ。で、これ、その後に、まあ、またたまにこう見て、まあ、いろいろ店、まあ、巡るんですけど、あれこれ買ったっけなみたいな。で、買ってなかったかなと思って、買ったら、もう買ってあったっていう感じで、結構そういうのがあるんですけど。まあまあ。じゃあ、乾杯。ほのかっていうか、程よい甘さですね。普通のチューハイよりか甘くないです。うん。普通のチューハイをハイボールで割ったら、ぐらいの半分ぐらいの甘さ。普通のチューハイの半分ぐらいの甘さですね。うん。うん、ちょうどいい。これぐらいの甘さ、ちょうどいいですね。うん。昔飲んだ日課のシードルっていう、アップルブランデーだっけ。スパークリングアップルブランデーってありましたけど。まあ、あれよか甘くない。うん。うん。で、ほのかに確かにウイスキーが入ってるようなウイスキーの味はします。うん。うん。そしてアルコール度数も 7% と高めなので、いや、結構ありなんじゃない？結構甘くないし、特に冬だとね、あんまり、甘くない、ただのハイボールとかも飲みたくないんですよね。寒いんで。で、やっぱ甘いものが、なんか冬って飲みたくなるんで、それに合わせて若干の甘さのあるハイボール。ハイボールは飲みたいんだけど、やっぱ冬だから、ちょっと甘さのあるハイボールがいいなっていう時は、これはいいかもしれないですね。2015年12月のから、ライムジンジャーエールというこれのね、バージョンが出るみたいです。12月8日、新発売。となってます。でもやっぱり冬はちょっとハイボール飲みたくねえよな。こういう甘さのあるやつはいいですね、うん。ちょうどいい。うん、ただ、あんまりハイボールの、ウイスキーの味しないにはしないですね。なんかね。うん。ほんと、ほのかすぎて、リンゴの味がやっぱり、結構、強いっていうか甘いんで、ハイボールのウイスキーのあれが、あんまり味しない。じゃ、しないですね。うん。
まあ、そこがちょっと残念ではあるが。まあ、仕方ないか。まあ、日課ウイスキーはもう俺の中では死んだんですけど、まあ、チューハイとか、で、まあ、ウイスキーは死んだね。竹鶴も死んだし、余市と宮城京も死んだ。あ、俺の中で竹鶴のピュアモルトもあんまうまくねえし、余市もうまくない、宮城京もうまくない。まあ、唯一生き残ってるのは、あれか。ブラックニッカシリーズか。ブラックニッカクリアとブラックニッカディープブレンドはまだ、いいはいいんで。うん。まあ、ブラックニッカシリーズが、今んとこまあ、生き残ってるっちゃ生き残ってるんでね。まあ、ただブラックニッカ8年がね、なくなってしまったっていうのが、一番きついっすね。やっぱブラックニッカ8年な、うまかったんだ、コスパ高かったんだけどな。むちゃくちゃコスパ高かったんだけどな、個人的にな。ああ、ブラックニッカ8年がなくなったか。はあ、って感じですね。まあでも、ハイニッカが残ってて、まだハイニッカは残ってるしね。ハイニッカ残ってて、竹鶴は死んだけど。あ、でもハイニッカも死んだんだっけ？なんか新ハイニッカっていうのになったから、まずくなったって言われてたら。本当なの？これ、新ハイニッカ飲んでないんで。ハイニッカが、新ハイニッカになってまずくなったっていう話を聞いたんですけど。まあでも、いろいろ死にましたね。竹鶴12年も亡くなり、余市10年も亡くなり、ねえ。そして、ハイニッカも死に、ブラックニッカ8年も死に、まあこう考えると、ニッカっていう、ウイスキーブランドはもうほぼ息をしてない。かろうじて首の皮一枚で生き残ってるぐらいの感じでしょうかね。まあもう、日課ウイスキーっていうブランド自体がもうなくなって、アサヒに統合されるんじゃないかな。もう吸収されて、ブラック日課というより、日課ウイスキーっていう名前自体がもう消滅するかもしれないですね。ここら辺になるとね。もうそれでも仕方ないと思いますよ。これは。もはや。それだけのことをしたっていう。まあ、ね、日課ウイスキーって言っても事実もこれアサヒですからね。アサヒビール株式会社ですから、製造者は。もうその中の日課ウイスキーっていうブランドですけど、もうアサヒ統一でいいんじゃないかな、これ。いらないと思うよ。うん、しかもハイニッカ、これ新しいハイニッカさ、1296、1300円もすんの、これ。はぁ、あ昔のハイニッカ800円とか700円ぐらいだったよね。あれね。昔売ってたハイニッカね。昔っていうほどじゃないんだけど。1年前に売ってたハイニッカあれ、700円ぐらいじゃなかった。は？何？倍近くに値段上がってんのこれ。どうなってるのこれは。しかもなんか噂によるとまずくなってる話があるんですけど。お話ないじゃん、なんないじゃん。マジかよ。ハイニッカ。ハイニッカは、ハイニッカ。ハイニッカ。ハイニッカは思い出のウイスキーなんだけど、安くて。安くてうまい。いや、700円じゃねえか。900円だったっけ。あ、900円だな。昔900円、1年前900円で売ってたんですけどね。
400円も値上げしたの、これ。マジで。ブラック日課クリアよか、うまい。それでいて、安いっていう。安くてうまいを両立していた、ウイスキーだったんですけどね。900円で買えて、あの味だったからね。よかったんだけど、1300円で、はぁですよ。1300円であの味だったら、俺は買わんね。絶対あの、サントリーの黒角買うわ。1200円の。つっても、ブラックニカ8年が経って、1300円ぐらいだったでしょ？ブラックニカ8年もないけど。あれ1300円ぐらいだったもんね。それと同じ値段って おかしいだろ。なんだこれは。一体どうなってるんだ、ニッカウイスキーは。ブラックニッカのディープブレンドが1620円。はぁ、あ、何それ、買わねえよ。バカじゃねえの。マジで死ねえよ。もう最近の、あれはね、ジョニーウォーカーレッドラベルが1200円で買えるんで、あの、1200円でスコッチが買えるっていう時点でもういいんじゃない？もうそれいいわ。俺それで満足してる。まあ、円安ドル高ですけどね。まあ、これが円高ドル安になってくれれば、あの、多分めちゃくちゃうまいんですけど、まあ、ないでしょう。まあね、輸入ウイスキーがね、安くなるんでね。うん。まあ、なかなかないと思いますけどね。まあ、でも最近、あれ安いしね。ガソリンね。120円以下で買える。ね。120円以下だよね、リッター。安くなりましたよ。一昔前は160円だったからね。本当はあれに比べればマジで。本当に。本当やっと戻ったかなって感じですね。まあただ、まあウイスキー、まあね。円安ドル高ですからね。うん。あ、ブラックニッカスペシャルもまだ売ってるんですね。うわぁ、高え。フロムザバレルなんて 500ml 2500円、2600円だよ、これ。フロムザバレル 500ml 2600円。これだって俺が、買ってた頃1年前 ?1700 円ぐらいで買ってたもんね。だって。800円が900円ぐらい上がったのかな。1800円ぐらいで買ってたもんね。700円ぐらい上がったの、これ。マジか。もう買わねえわ。2500円とか。2600円だよ。しかも 500ml だよ。フルボトルですらないんだよ、これ。そんな価値ないだろ、フロムザバレルに。さすがにお前。500ml ってことは、フルボトルで3000円以上の価値あるってこと？そんなのはボーモア買うわ、ボーモア。ボーモア12年買うわ、バカじゃないの。お前、ニッカウイスキー舐めんなよ、マジで。マジでふざけんなよ。何調子乗ってんの、マジで。本当に。アホじゃない。ボーモアって、12年っていくらだったっけ？ボーモア12年いくらぐらい？ 3330円だから、もうほとんど同じじゃん。値段。フルボトルに換算したら多分同じだぞ、これ。ちょっと待てよ。500ml 2600円だろ。2600÷5 やって、かける7やって、あ、3600円 !700ml に換算すると3600円ですよ。ボーモアの方が安いじゃん。どんだけ高いんだよ。フロムザバレル。そんなんならお前、ボーモア買った方が100倍マシだ。100倍でもないけど。
完全にボーモアの勝ちだな。これはもうブラック、違う、フロムザバレルも買う、価値なくなったね。ダメですね。まあまだ残ってるけどね、ここにね。フロムザバレル。ブラックニック8年はもうなかったか。ブラックニック8年は多分俺、うますぎて、あ、まだあるわ。うますぎて飲んだかと思ったら。まだ飲んでないか。お、あります。かなり残ってます。ほら。9割型残ってるわ。どうだ。ほこりまみれで飲んでねえけど。これ多分、やべえと思って買ったやつ。値上げとかね。あ、やべえ、買っとかないとと思って、もうなくなるって言うか、なくなるって聞いたから、もう買っとこって言って保管してるやつ。保管っていうか、うん。ほとんどこう、ちょっと、ありがたい感じで飲んでる。もう、あれだよね。日課ウイスキーはもうダメだな。もうなんか、ね。あとこれもあるよ。個人的に一番飲んで、うまかった、コスパ最強のウイスキー。ピュアモルトホワイト。もうあとわずか。はあ、これが確か値段いくらだったっけ ?1500 円ぐらいで買えて、1500円ぐらいだったっけ。これはな。うまかったよ。本当に。本当に。もうダメだね。日課ウイスキーはもう、俺は、不買運動する。不買運動するわ。不買運動する。レベル。不買運動って言うんだっけ?不買運動って。俺よくわかんないんだけど。不買運動。あれどう読むかわかんない。不買運動でいい。不買運動で。あ、これ不買なんだ。売って売るって書くんじゃないの?不買運動って意味なんだ。買わないって売じゃないよね。買だよね。不買運動って読む。不買って売ってさ、売るっていう字でさ、売って読むじゃん。不買運動って読む。珍しいっすね、これね。俺、不買運動するわ。日課ウイスキー不買するわ、不買、もう覚えたぞ。不買じゃなくて不買な。オッケー。不買運動するわ、日課ウイスキー。昔はよく飲んでたっていうか、好きなウイスキー会社だったんですけど。もうダメだね。なんか、マッサンが売れて、ウイスキーが売れて、なんか値上げして、売れるから値上げしようみたいな、その考え。マジで。バカじゃねえのって思わないですか。俺は思います。うん、だってさ、ただでさえさ、消費税上がってるわけでしょ?今年上がったわけでしょ?ね?それなのに、プラスアルファ上げて、まあ何してんのって。で、理由は、売れてしょうがなくて、原酒が不足してます。知らんわって。ほんとふざけんなよって。バカじゃねえの、こいつら。何がお前、余市、宮城郷だよ、本当に。何がウイスキーの父だよ。ふざけるのは大概にしろ。何がウイスキーの父だよ。死ね。ウイスキーの父なんで死んでしまえ。何がマッサンだよ、バカタレ。何が竹鶴正隆だよ。
ふざけんなよ。何がウイスキーの父だよ。本当にふざけやがって。本当にふざけんなよだな、これ。軒並み500円ぐらい値上げしてるんだよ、これ。それに加えてこの日華ウイスキーのさ、代名詞とも言える余市。余市10年が余市に変わって劣化した上に値上げとかわけわかんねえな。本当にわけわかんねえよ。あの味。余市ノンエイジ。何この味だよ。本当に。一番びっくりだよ。この余市10年飲んだ後に。余市。この薄さ。薄さよ。余市のこの薄さと言ったらお前。マジでびっくり。薄すぎる。余市10年の10分の1ぐらいの味なんだよ。本当に余市1年かよっていうレベル。余市は10年寝かせて余市10年でしょ。もう、余市、俺1年だよ、これ。1年、ワンエイジだよ、多分。ひどいよ。うん。本当にそう思うと、余市10年はあれほどうまかったのは、すげえな、と思いますね。余市10年。余市10年はね、あれはマジでうまかった。本当に思う。あれはうまかったわ。本当に味が濃かった。もう口に入れた瞬間、ブワーンとくるこの重さと、味の重さに加えて濃厚さ、コク、そしてスモーキー感。今や2万円ですよ。余市10年2万円。2万だよ。2万もするよ。あれだって4000円ぐらい。ま、フルボトル4000円ぐらいだったよね。5倍ぐらいだよ、値段。いや、でも実際そんなもんだよ。確かに余市10年ってうまかったからね。うん。うん。確かにあれはうまかった。あれが4000円ぐらいで買えたと考えればまあね。まあでも言うても4000円って言ってもさ、でもぶっちゃけボーモア12年がさ、ボーモアの12年がだよ。3300円で買えるんですよ、今は。昔はすげえ高かったらしいよ、スコッチとか。本当に。今、スコッチ1000円とかで買えるけど。昔何千円とかだったらしいからね。5000円、6000円だったらしいからね。まあ、それで考えるとな。うん、でもまあ。ねえ、ボーモア12年。余市10年。うん、確かに。ジャパニーズウイスキーだよ、でも。普通に考えてさ。確かにさ、スコッチウイスキーとかが高いのはまあわからんでもない。でもお前なんでさ、なんでお前、ジャパニーズウイスキーでそんな出さなきゃ買えないの？おかしいよな。しかも今なんて余市の10年ですらない。ノンエイジだよ。もう0年だよ。余市0年がさ、なんでお前4000円とかするの？バカじゃねえのこれ。マジで今、いくら余市って。余市のあのクソまずいあの薄いあれで、いくらすんの？ 4000 円くらいすんのこれ。これちょっとわかんねえんだけど。ちょっと今、ググるわ。余市。余市に3941円だよ。今、ノンエイジの、今の売ってるやつ。
はぁ、4000円これ。ゴミみたいな味で。これ4000円はねえろ。これこそ1500円ぐらいのレベルだよ、これ。1500円ぐらいのウイスキーと同レベルだよ、これ。こんなクソまずいの。しねえよ。むしろこんなんでマジで1500円もいいし、くだらんどころか。ブラックニッカ8年以下だよ、これ。こんな。本当にこれブラックニッカやようか、多分ブラックニッカ8年やか、多分劣るんじゃないか、味。本当に。少なくともフロムザバレルには勝てるとは思えないけどね。フロムザバレル今が3600円でしょ、フルボトルで。そう考えると、ヨイチはもっとゴミだね。ヨイチ10年と比べると、もうこの今のヨイチは本当にクソまずいもんね。ゴミだね。アマゾンのレビューで見ると、もう今、5つ星中 2.3 だもんね、これね。本当に、これはもう、アマゾンのレビュー通り、まずい。こんなんでお前3941円も出すバカは多分、あれでしょう。金持ちの人間ですから。まあ、金持ちだったら普通に余一10年今買うか。ねえ。まあでも余一10年はちょっと、今の価格では買う価値はないですね。余一10年。個人的に余一10年イコール、マッカラン12年だっけ？マッカラン10年だっけ？マッカラン。前飲んだマッカランが非常に似てると思うね。余一10年とほとんど同じような感じ。マッカランね。スコッチの。なんで今マッカランが、マッカラン5000円ぐらい。5000円ぐらいかな。5、6000円。マッカラン12年5300円。だから、マッカランに非常に似てると思うよ、俺は。余一10年は。だから、マッカランが5300円するから、それでも余一10年が売ってた頃4000円ぐらいだったからね。まあ、余一10年の方がコスパ高かったんですけどね。まあでも、マッカランも確かにうまいよな。これもすげえ重いもん。ほとんど余一10年と変わらん重さと、スモーキーさは、これはすごいと思うね。それでまあ誰かコメントで言ってましたけどね。なんだっけ、メープルっぽいっていうのは確かにあるんですよ。これもね、マッカラン。なんかメープルのようなね、甘い香りがするのも、確かなんです。うん。ただね、マッカランね、一つの問題があれば、あるとすれば、やっぱ値段でしょうね。ボーモア12年が3300円で買えるのに、これが5300円。2000円も上なんですよ。それで考えると、やっぱコスパ的にはやっぱボーモア12年に劣るとは思います。ただね、まあ、確かに重さで言うと、すげえうめえんだよな、マッカラン。うん。ただ俺はそんな金ないんで、5000円、フルボトル5000円も出して買うような金ないんで、やっぱり、買えるとしてもボーモアだろうな。せいぜいな。金あれば買うんだけどな。まあまあまあ、
ラガブーリンが、俺が今、一番欲しいスコッチウイスキー。これスコッチだっけ？スコッチ。ラガブーリン16年が6300円。6300円か。これ欲しいな。飲んでみてえな。ラガブーリンな。飲んでみてえ、ラガブーリン16年。超飲みたい。飲みたいけど金がねえ。6300円か。あー、飲みてえな、マジで。ラガブーリン超飲みてえ。けど多分ですけどね。多分飲んでもね、多分、俺がここで、この動画でね、紹介したとしても、多分、五つ星にはならないと思います。それはなぜか。コスパが問題です、やっぱり。ラガブリンの半額ぐらいでボーマーが買えるって考える。多分、ボーマーを超えるコスパのやつは存在しないんじゃないかな。あくまでもコストパフォーマンスですからね。値段があって、ねえ、ボンマーの2倍の味、うまさがあるとは、到底思えないですね。せいぜい 1.5 倍ぐらいでしょ。うまいとしても。まあ、そもそも、どうなんですかね。わかりませんけどもね。まあ、ラガブーリンちょっと飲みたいですね。でも、ボーマーは安定してうまいからな。値段も値段だしさ、3000円で買えるしな。マッカランよか高いとなるとな、6000円もするとなると、やっぱ微妙っすよね。確かに。マッカランよか高い。それで、でも買いたいんだよな。6000円か。あ、よく考えたらもうあれだな。いや、もうこれ飲んでみるか、もう。そうだ、あれが出たんだ。ボーナスがもう出るんだ。12月だもんな。ボーナスが出たらもう買うか。ボーナスが出ちゃうもんな。そっか。いや、でもやっぱクリスマスぐらいにもう飲むか。クリスマスぐらいにもう買うか。ボーナスがもう、12月中、もう序盤、明日ぐらいに出るんじゃない？今日出てるんじゃないか。今日明日ぐらいにもう多分ボーナス出たからな、多分。となれば、やっぱりラガブーリンはちょっと、あれでしょ。クリスマスぐらいな感じで、クリスマスあたりに飲むのが、個人的に多分、一番俺今のところ、多分今年で一番飲みたいウイスキーは多分間違いなくラガブーリンなんですよね。今年っていうかもういろいろウイスキー飲んできて分かってきてね、だいたい自分の好みもだいたいスモーキーなのが合うっていうのは分かってきたんですよ。スモーキーなね、簡単に言うとね、あのジョニーウォーカーレッドラベルが一番最低価格で、うまいんで、値段的にコスパが非常に高いんで、あれで考えると、やっぱり自分の好きなものが大体分かってきたんで、アイラ島のウイスキーが大体間違いなく好きだっていうのは分かってきたんで、それで考えると、やっぱり、ラガブーリンはちょっと外せねえな。ということでね、今度、多分25日に、クリスマスに飲もうと思います。買います。ボクチン買っちゃいます。ラガブーリン。6300円ぐらいのやつをね、ウイスキー1本あたり6300円。うわー、たっけー。マジで。低所得者層にはきついわ。3、4、3、4で少しありがとうございました。